島とアニジェのママブー TV。 いやいや、ちょっと久しぶりすぎない？いや、本当に個々での活動してます。そう、なかなかないですよ、コンビのチャンネルで個々のやつ上がる。本当によくやってましたね。何、韓国、え、何、そう、韓国のやつやったりとか、俺は俺で車見に行ったりしてたよ。そうだ、そうで、私はなんかわざわざ名古屋に来ましたよ。え、なんで名古屋のなんか、このドン・キホーテのイベントのなんか密着みたいな、うん、見てないの？見た、ね、あれだ、ね、あれだ、ね、あれ、ね、久しぶり。あの、現場でもあんまり会わなくなったね。会わなかったよ、この間楽屋でちょっと喋った。そう、じゃあ最近あんまマブじゃなくなりました。なくなったね、うん、何してるんですか最近、元気してます？いや、ジム行ったりしてるよ。してないですよ。あれ、知ってるよ。行ってないんすか？あの後1回だけ来たんですよ。それ以外は、それ以外はやっぱスケジュールなくて行きたいなと思ってるよ。そんなことはない。いや思ってるなら来れます。でもすごいこうやる気が出てる。おー、なんで90分ぐらいうちにね、30分ぐらいトーク。最悪。いや、何のやる気出してる。俺は日本、地球で初めてトークで痩せるっていう。何しに行ってんの？俺らさんもびっくりしてると思います、うん、でもなんかちょっと痩せた。確かに。いや、これをやってくださいっていうのはやってる、家で。え、えらい。それは出て、本当にいけないから時間が。ということで、はい、あの、もう今回恒例になりました。はい、ドンキで爆買いです。あら、ここにいますから、はい、本当に毎回お世話になって。ありがとうございます。もううちのスタッフもそろそろ多分なくなると思うからドンキで爆買いするっていうわけのわかんない感じになってます。で、ここでしか会わないよね。ほぼドンキですか、このね、水槽前集合、はい、で、今日ちょっと吉村さんがお忙しくて。いや、私も忙しいって。あ、そう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 、私も3本あるから、この後。うわ、しびれる、しびれる。ちょっと負けず嫌い。ごめんなさい。え、何本ですか？いや、俺も1本だけだよ、この後。この前があったから。この前で、全部でこれ入れて3本で、移動で打ち合わせして。おぉ、こうだね。まあ、だから全部で4本ですね、一応打ち合わせで、はい、全部で何本？全部で4本。あ、一緒じゃん、引き分けじゃん。なんか一応言い方的にさ。そうそうそう、今日は、ね、よ、40分ぐらいで。おお、全然ないね。うん、サクッと買ってもらいたい。予算はですね、お二人合わせてで、ね、5万円。お、あれ、なんか多くない？なんか調子いいみたいです。前3万とかじゃなかった？はい、今日2人合わせて5万なんで25ずついけんじゃん。はい、え、めっちゃ買えるじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あれが良かったのは、前教えてもらった足の裏に貼るやつ。吸い取るやつ。吸い取るやつ、めちゃくちゃいいよね。めっちゃ汚くなるやつ。めちゃくちゃ汚くなるけど、疲れが。あれ、売ってますか？あれも買おう。アシリラみたいな。ちょうど切れたから。お、行こう行こう。ちょうど切れたからで買うのやめてもらって。それ目的にしてます。いや、でもタイミングいいのよ。私もね、買いたいものある。行きたいな、最近って思ってて、行けなかったから、はい、嬉しい。なんで今日はちょっと、サクッとになりますか、はい、よっしゃ。2万5000円分ずつ。じゃあ行きましょう。はい、はい、お願いします。え、なにこれ、美味しそう。え、すごい、これキムチ。え、ずるかすのキムチ。ほんまだ。え、今しかやってないじゃん。あ、じゃあ買おうよ。今しかやってないですね。あ、ケジャンあるじゃん。あ、ごめんなさい、すいません。すいません。え、めっちゃいいけど、これこんなん買ってこの後仕事行ける？大丈夫、行けるけど。行ける、行ける。天童さんが別会計になるんで。あ、でも別に2万5000円なら入れれば。そうでしょ、はい、入れてもいいんですか？ OK。 でも絶対美味しいに決まってんの。絶対美味しいです。新ミルイは 100g を目安、600g 目安に入って、この1袋が 300g ぐらいってことですか？あ、野菜がそうですね、ちょっと前後はするんですけどね。じゃあ 300g。 はい、俺も1袋、白菜1袋と、タコ1袋と、先イカ。いや、これ多分ヤバくない？大丈夫？先イカだけとかの、先イカも買うかな。先イカもそうだ。ドンキに入ってください。いや、まさかだったもん。もう今キムチの爆買いしてるから。いや、キムチうまいんだ。しかも大阪の鶴橋って言ったら焼き肉のね。ねえ、間違いない。先イカと大根と白菜。私は、僕は先イカ、タコ、白菜。 100g 500円だから、 300g 1500円。あ、違う、200g って言ってましたよね、先イカ。先イカ1000円。まあ、だから2人ともあと5000円、2万円ずつぐらい。そういうことか。じゃあちょっとお会計は時間がないので、食堂でスタッフが、はい、お会計をやってもらってます。すいません、スタッフさんがやります。ありがとうございます。ありがとうございます。マブマブ。いや、ちょっとね、私最近変わったの。主婦になったの。おー、なるほど。じゃあ買うものもちょっと変わってくるってことですね。変わってると思う。前だってパックしか買ってなかったですもん。なんか言った？無理だろ、主婦。無理だろ、ないの。別にギャルでも主婦はいるよ。パックは逆にお金が残ったら。あ、なるほど。
変わったでしょ。確かに私最近毎日現場に味噌汁持参してんだから。えすごいっすよ。夜ご飯2日に1回ぐらい作ってる。主婦なんです。主婦してますね。すごい主婦なんです。いやなんかやる気に急に満ち溢れて、美意識が高くなっちゃって。なるほど。あんまりそのなんかお弁当とか食べたくないって。うーんさよなら。私は主婦だから。確かに変わったのよ。一発目で見に来るものが変わりましたね。そうよ。だって今まで見たことないですよ。だし昆布見始めてるみちょぱさん。そうでもだしはなんかだしパックでちゃんと味噌汁取ってるんですけど、はいはいはい、あの普通にあのわかめが欲しい。いや本当の日用品買い始めましたね。あの味噌汁用のわかめ。前はねみちょぱさんどんなパック使ってるんだろうとかありましたけど、もはやわかめ買い始めたら、もしかしたらそっちを期待してる方には申し訳ない。そうっすよ今。だってすいません。で最近ゴルフ行くにも、はいはい、いつも朝出発すると同時にコンビニ寄っておにぎり買って食べてたのが、はい、えまさかおにぎり握ってますから朝から。はい、ああ前日の夜に握っ て、もうやっといて出発して車の中で食べて。へえすげえ。だからなんかおにぎりの中に入れるようなやつも欲しいの、はいはい、でもシンプルにふりかけも欲しいんだよね。なんか ついにふりかけ買い始めるんですか。いや、いいんですけど。いいんですけど。みんな見てて楽しい、うん、え、でもなんかこういうのも、え、すごい、見たことない出汁もある。違う、なんかさ、ドンキ美味しい出汁ありますよね。どれだっけ、私前、テレビ番組で出品したことがあるんですよ。これかこれ。もうすごいいろんな、まあ、魚から、椎茸からなんかあって、めっちゃ美味しかったの、出品したら。これ合う。変わったな。いやもう塩コショウ見てんすか。変わったな。いやもうこれもなんか、あ、それめっちゃうまいっすよ。いいんですよね、六助の塩。そう、私もなんかね、最近やっぱなぜかやっぱインスタのおすすめとかもこういうのばっかり、料理系の動画すっごいやっぱ出てくる。やり始めて調べるようになったからですかね。ね、なんか勝手に多分そういうのやって、うん、勝手にやってくれるじゃん。確かに。でこれがなんかやっぱ使ってる人多かった。美味しいんだ。それ美味しいです。じゃあこれ買おう。1000円もする。そんなするんだ。それでも今日は余裕。香里さんって人がいるんですか。ひろしさんもいる今。すげえ。もうゆかりだけじゃないんですね。でも私ゆかりさんが好きだな。まあこれおにぎりでこれ混ぜてもいい。そうですね。それ健康のために作り始めたんですか。うん、なんかまあちょっと1キロぐらい太ったから、はいはい、まあそれも兼ねてなんか一旦やろうって思って、はいはい、やりだしたら楽しくて。あ、これめっちゃうまい。これ有吉さん紹介してましたよね、番組。え、そうなの。なんかの番組でドレッシングって。これ大好きなの私。うちも買いましたもん、それ見て。まんまと。そう、まんまと。これめっちゃうまい。もう我が家のドレッシングほぼこれ。うまいっすよ。まあ値段はね、まあまあ500円ぐらいするけど、玉ねぎ系とちょっとニンニクの音楽付けとか大好き。フライ、あ、これめっちゃいいよ。え、なんすかこれ。え、ドンキで売ってんだ。私楽天で買っちゃった。これめっちゃいい。これ冷凍ご飯用の容器なんですけど、ここに下に中になんかスノコみたいなの入ってるんですよ、はいはい、こここれ。おだからなんか下にベチャってくっつかないから、そのチンして食べた時もめっちゃ美味しいの。前までちゃんと冷凍ご飯って大体さ、うん、サラダップ包んで入れるじゃん。だけどこれはめっちゃ美味しくて、ここに売ってたんだ、買ったのこれ。めっちゃいいよこれ。ちゃんと料理してますね、こんなん。してるでしょ。こんなん買うなんて。そう、売ってた、売ってた。すげえ売ってる。そうだ、4個入りのやつ私買った。はいはい。十分買いたいものは、うん、あとは本当は冷蔵のもの買いたいのあるけど。じゃあもう冷蔵買い始めたら。そう、冷蔵さすがいいでしょ。うん、わけわかんないですよ。豚肉がいいんだよねとか言い始めたら、違う店行きましょうってなりますよ。一旦上行こう。あ、いいっすか。でもシャンプーここにあるって情報だけもらいましたよ。 ありました、ありました。あ、こちらでございます。すごい人気のみちょぱシャンプー。はい、大人気でございます。何がいいか。結構売れてますね。いや、マジで。まあもちろんあのブランドがプアナナラっていうね、うん、前紹介した私の香水ブランドから出してるやつなので、はい、まあ匂いがもうともかくまあいいんですけど、うん、
嗅いでください。これかけます。めっちゃいい匂い。そう、本当に結構口コミとかで見ると、うん、あの高級ブランドのだからデパコス並みの匂いって言われるぐらい高級感があって、でもそう、フゼヤモモナの香りっていうやつで、ちょっと甘さもあるんだけど、なんか甘すぎない感じだから結構男性にも使えるって、うちの旦那もね、喜んで使ってた。絶対他のとこで使えなくて、だからこういうのちゃんとに、ちゃんと、あ、そっか、一回だけとりあえず使ってみてみたいなことできるやつね。そう、試しもできるし、旅行先とかでもこれ、はいはい、これ買わなくていいですか。これじゃあ家にいっぱいあるんで今足りてます。最近在庫補充したばっかなんで1日10本ずつぐらいは足りてあるんで、めっちゃいいから。で、値段言うても高くないでしょ、そんなに、うん、確かに他のそんなに変わんないぐらいの値段で、うん、もう香りもめっちゃいいのに髪のまとまりが本当に違う、うん、ぜひ買ってください。ぜひ吉村さんに言わないと。まあまあまあ主婦つっても言うてもそんなに買ってないから1000円ぐらいしか。あ、でも塩が1000円か塩で1000円いってる。もう3000円ぐらいいってますよ。嘘、そんな言ってる。マブマブ何買おうかな。ちょっと上行きましょうか。私は逆に、はい、パックとかそれ系をね。美容系ですか、美容系。何がいいんだろうな。あれがいないと分かんねえないつもはどういうパック使われてるんですか。なんかみちょぱが選んだやつを。あ、そうなんですね。あ、これじゃない。四角に、なんか四角って言ってたよ前回。緑色のだったんですか。そうだったっけ。え何も覚えてない。おすすめのパックってあります、最近の若い子たちに。俺おじさんだからさ、わかんないんだよごめんね。ちょいって何。これ おいくつ。もう16からパック使ってんの。はい。若えな石鹸で洗ったよ顔。これおすすめ。ん、みんな使ってる。これみんな使ってる。なんか16か買ってろうかパック、うん、でも、でもいいよね。あ、なんかその予算内でしたら嬉しくなっちゃってさこんな若い子が頑張ってるっていうのは。いや買うよ。何好きな、うんうん、買うよ。おう、俺の金じゃないからさ、いいんだよ、ね、ちょっと後で、後で、下でね、はい、よろしくお願いします。おすすめのパック、おすすめのパック教えてもらいました、ね、今の16歳はお若いですね。若いよね。いや、俺もね、ちょっとゴルフで日焼けとかしちゃって、はい、あ、真っ赤になる時あるのよ。はい。あ、神聖か。あ、こういうことか。え、80% オフだよ安いですね、ここ、ね、え、ちょっと、え92% オフだって。めちゃくちゃ安いですね。これは買った方がいいっしょは。あら、16歳、あ、16歳16歳、ちょっとこれも安いぞ。え、本当だ。これこれ有名です。いや、これよりこっちもいいんじゃないか80パーもだぜ。これにするか。え、これ40枚ある。これもだよ、これ500円。シカ有名。シカで、シカで。これいらない。これでいいな。40枚入ってる、これ40枚。うん、やば、うん、これ安いな。ありがとうないっぱいが。では今何探し中ですか。何にも、何にも欲しいものは足の裏に貼るやつかな。足の裏、湿布とかってことですか。ちょっとおじさん扱いしてる。あ、違いました。前なんかみちょぱに教えてもらった、なんか足の裏に貼ってこう、あ、ドロドロになるやつあるんですよ。これだ、これ、これ、そうそう、これの、あ、これのでっかいやつか。前でっかいやつがあったな、これだ。10枚ぐらい。本当にもうゴルフやった後とかロケ、はい、最近そのヒルナンデスの商店街ロケ、はい、みたいなのやるから歩くんですよ。そしたらやっぱ足がむくむかな。あ、そんなに歩くんですか。そう、結構それはもう
次の日はもう全然違う話が。へえ。ちょっとゴルフ用の、ああいいですね、靴下ね、靴下、靴下がね、ちょうどここも3足1000円とかですね。安っ。3足行こう。うん、オッケー。めっちゃ買ってんじゃん。いやいや、俺の師匠が、師匠、師匠、ドンキの師匠が誰だ誰だ。まあまあそれは何のアプリ。これはさ、このサイズしかないんだよ。ああ、ちょっと待って、そんな聞きたくない。これ、ここに見た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 、すごい、素晴らしい。ふざけやがって。なんで。すごい、こんなに大きく。ありがとうございます。実はこれ、新しく抹茶味が出たんです。へぇ、今までチョコ味飲んだことあるでしょ。飲んだよ、牛乳で割って美味しかった。抹茶が出たの。へぇ、まあ、甘いのがね、やっぱチョコって結構苦手な人もいたみたいで、うん、だから抹茶飲みやすいと思う。いらない、俺はトークで痩せる人だから。飲んでみて、本当に美味しかったでしょ。美味しかった。新商品入るたびに YouTube で宣伝するのやめてもらってもいいですか。いいタイミングで来てくれるんですよ、この YouTube。やってんな、お前。いや、私そういえばと思って、毎回何かしらあんなと思って。私も何も言ってないのよ。すごーい。ちょっと待って、B リアルの時間来ちゃった。これがないのよ。ちょっと待って、B リアル。何それ。 B リアルに通ってきた。違う、おじさんが英語喋んないで。何やってんの。 B リアルって知らないの。知らない。最近若い子で流行ってるアプリ。ツービートでしょ。だいぶ前の若い子に流行ってたやつ。お笑い芸人ですよ。流行ってたよ。久々に聞いたツービートも。B リアルって1日にいつ通知が来るか分かるんですけど、来たら2分以内に投稿しなきゃいけないんですよ。投稿したら何。もうその友達の中だけ、あ、今何してるっていうのがリアルタイムですね。全員に告知やらせる。全員でもできるんですよ。でも基本的には身内に。身内だけ。あと15分です。あ、やば。ええ、ちょっと待って、もう全然作りが変わってる。パックコーナーどこ行ったの。あ、ここだ。ございます、パックコーナーは。やった、ありがとうございます。最近韓国行って買っちゃったんだよね。掘り出し物コーナー、すごい。こんな時間ないよね、私。見てる時間ないっすよ。やばい、あと15分しかないんだ。やばいやばい、もったいない。2万円使っていく。2万5000円使っていく。それでもこれが欲しかったの。なんかドンキが先行発売してるって言って、結構しかっっていう、結構肌のその肌荒れとかで有名な歯科成分を入れたパックを結構いち早く発売して、めっちゃ有名な VT っていうブランドから出てるニードルショット、リードルショットっていう美容液なんですけど。あ、あの痛いやつだ。めっちゃ痛いの。針刺さってるやつですよね。このレベルで違うんだけど、300とかめっちゃ痛いと思う。あれ、私いくつ使ってるんだけど、100かな。100でも痛いのに。僕300使ったらもう次の日めっちゃ痛かったし。痛いでしょ。そう、痛いけど効くんだよ、うん、毛穴とかにもそうだし。でそれのなんか歯科成分が入ったやつがドンキにしか今売ってないっていう。先行発売限定販売みたいな。 それを見てドンキ行きたいってずっとこれをめがけて言ってたの。そしたらここにあった。いけましたね。しかもこれ1回使い切りのパウチタイプだ。おお、じゃあ何個入り。6個入りだって。買っとく買っとく。後ろにもありますよ。ほら、日本上陸。本当だ。こういう一回使い切りなんていうか、もうそれこそまた旅行でも持っていける。めっちゃあるじゃん。めっちゃある。なんでこんな入れたの、私急に。買わなきゃ。すごい。これのパックがあるけど700だって。700ってもうだって針刺してんのと一緒っすよ。絶対無理。私僕300でも限界でしたわ。すごいよ、前よりこの美容コーナーがすごい広くなった気がする。気のせいですか。広くなりましたよね。確かにちょっと大きくなった。そう、あ、これもめっちゃいいよ。すごい、何でも売ってんじゃん。韓国行かなくても買えんじゃん。ドンキです。急いで韓国でバカ買いしてさ。大変だったんだけど、このクリームがめっちゃいいの。塗る配布みたいに言われてるぐらい。あ、なるほど。キュッて上がるっていう。ここに売ってんの、マジかよ。夏限定でこの、まだ限定で撮る。はい、シマオイルというものが発売されていまして、これは腕に塗るとキラキラでめちゃくちゃいいんですよ。香りもちゃんとこのプアナナラの香水の香りで、こうやって腕にオイルなんですけど出してめちゃくちゃキラキラしてるんですよ。わかります。ラメみたいになってるってことですね。そう、ラメ入りのオイル。これ本当にこのまま。本当だ。これをだから夏ね、洋服腕とか肩とか出すでしょ、はい、ここに塗るとこうやってなんかキラキラして、はい、しかもそれもそんなに存在感、めっちゃキラキラしてるわけじゃないから、
確かに程よくて、で香りも香水の香りするでしょ。お、確かにしますね。めっちゃいいんです。保湿もされるから。だから日焼けとかして乾燥するでしょ。癒着してんすか、もう。大丈夫だ。新製品出たら来るみたいな。あと何でがある。どうしよう。あと5分っすよ。どうしよう。マブマブ。お、ゴルフボールもあるじゃない。はい、もう何でもドンキさんはあるんで。ちなみに吉村さん計算してます。大丈夫ですか。まあ、なんとなくだね。あ、うん。あ、これだ、買いたかったの。なんすか。紅生姜の。紅生姜のドンキ。そうそう。美味しいんですか。なんか美味しそうだなと思って。紅生姜。これとじゃあ、これかな。あ、忘れてました。鶏ガラがなくなってました。あ、料理されるんですね。料理しますよ、鶏ガラ。よし、このもんかな。はいはいはい、いい感じ。 OK です。了解です。ん、何何がいいのかな。あ、じゃあ痛いやつやるんですか。あ、痛いやつ。痛いの好き。好き。もう時間ないよ。痛いの好き。うん。あ、じゃあ絶対これおすすめ。これ何。これ美容液なんですけど、針なんですよ。塗る針美容液。痛いんだけど毛穴とかにめっちゃ効くの。やめとくわ。5000円もするもん。そう、まだいけるでしょ。結構これ同じの。いや同じで買ってる。これうまいよね。これうまいよね。マブマブだな、やっぱり。これうまいのよ。これうまい。そう、買ってる。そうっすよ、もうあと3分ぐらい。でもさ、吉村さん靴下買ったのみたい。私も靴下買いたいんだけど、靴下どこ。靴下。あ、ごめんごめん、待たせたね。知り合いって。聞いたことないタイプの爆買いしてる。ごめんごめん、待たせた。なんて言った。どういうこと。もう怖いんだけど、あの人何し始めてんですか、あの人。ついに目に傷も、シンプルにキモ。若い女の子たち捕まえて普通に逃げよう、キモ。あ、あ、カラバンくらいじゃん。あ、いいね。これは、あ、これ長いな。あ、こんぐらい。あ、いいですね。あ、いいですね、いいですね、うん。あ、これだったらいろんな色がある。これにしよう。1290円。全然余裕でしょ。あ、みちょぱさん、時間です。え、ちょっと待って。私の最近の家のスリッパ、こういうやつにしてる。めっちゃ楽な、やっぱさ、濡れても平気だから。あ、お風呂上がりとかもそのままいけるみたいな。あと、そこがこれだと洗えるじゃん。はいはいはい。なんか布だとさ、ここに髪の毛とかキャーって貼り付くの嫌で。このシリコンタイプみたいなのめっちゃいいんだよな。まあ普通私服できるんだろうけど、うん、グレーがいいな。グレーかも。あ、L にしようかな。ちょっとデカめがいいな。買おう。え、終わり。そうっすね、時間的には。ねえ、いくら使った。わかんない。でも教えてもらったの、うん、誰にこのパッド。どういう、どういうこと。誰急に。お店に行った16歳の子で。16歳16歳。あら、若いね。こういうパックがいいよって聞いて、うん、あ、じゃあこれにするとお礼に パックを買ってあげてる。やめてくれるかって言ってる。いやいや、そういう企画じゃないですね。いや、そうなんですよ。ねえ、あと16歳だとやっぱね、お母さんとかの許可も取らないといけないんで。それはもうそっちでやっておきゃ。マブマブ。買い物終わりました。はい、ちょっと言ったじゃないですか、だから僕時間来てますよ。すいません、なんか打ち合わせ。打ち合わせ。あんまりいないですよ、ドンキで打ち合わせしてる人。ない。なんかすいません。ということで久々に見たら、刺すタイプ。確かに、あのタイプイヤホン。あんまり見ないですよね。ね、お疲れ様でした。はい、ということで今回ですね、はい、まず、吉村さん、おドンキホーテで買った金額、はい、23,375円。おー、全部で。はい、あれ、キムチ込み。いや、キムチ別です。え、で、置いてんじゃん。みちょぱさん、はい、24,000円。おいおいおい、やったな。16歳にこの分はそれぐらい出ちゃった。やばくない。はい、え、だって私キムチ込みでちょうど25,000円ぐらい、はい、そうです、キムチがちょうど1人5,000円ずつ でしょ。私めっちゃうまくないって思った。そう、めっちゃうまいです。ただあの3,375円オーバー。自腹ですね。自腹です。まあなんかね、その手伝ってくれた子たちにプレゼントしたんで、それはその分だから自腹よ。そうっすね、さすがにその分は自腹にした。その分はそれは自分の金でやってもらわないと。自腹ね、自腹ね。
中学生の子にもらってきたもん、うん、3000円もらってきたもらえないでしょ知らない知らないあの子たちもらって知らない知らないってことで、はい、今回はこんな感じでいやでも久しぶりにね、はい、ドンキホーテの中目黒店に来れてもうめちゃくちゃ進化してたからちょっとやっぱ近々またゆっくり来ますプライベートでプライベートで、はい、あとやっぱ私の主婦になったよっていうのがアピールできたのでそれ言いたすぎてちょっと時間足んなくなったんで、あといろいろとねプロテインだったりシャンプーだったり香水だったりいろんなものが置かれてるっていうのも宣伝できたので、はい、ということでじゃあちょっと一瞬エンディング撮ってみますすいませんそんな許される回なのかな大丈夫、はい、あ大丈夫です終わりですあ終わりですか、はい、ありがとうございましたまた、はいまたスケジュール合い次第、はい、ということでお願いいたします。ありがとうございます。すみません、頑張ってください。3000円ね。3000円自分で。渡しておいてもらって。ちぇちぇあの、16歳の子が。ちょっとそれ言うけど、うん、自腹ね。3000円超ってるから。いやだ。兄ちゃん。だって、買いたくないから。私ぴったりだから。買いたくない、なんか買ったんだよ、バッチャーしね。確かに。あれちょうど3000円だ。あれだよ。あれだ。あれだ。そうだよ。あれだ。飲みたいでしょ。飲みたい。だから、イーブンにしよう。なんでよ勝手に言うんだよ、この後に。いや、でも、その後にいたって、あの10代の子のやつ10代その前だからでも、まだ全然スカスカだったよもう終盤も終盤あれです違うまたねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますまた見てねイエーイ